皆さんこんにちは、武田塾の高田です。今回のテーマは過去問演習時期の理想の1週間っていうテーマでお送りしたいと思います。過去問ルーティーンみたいなことですね。過去問ルーティーンですね、はい。まあ、過去問って、まあ、どんな頻度でやればいいのかとか、うんうん、まあ、結構気になると思うんですよ。そうですね。でその辺をちょっと話していきたいなと思ってます。で前回の動画で、まあ、10月ぐらいからそろそろ過去問始めようよと、過去問始める一番ベストな時期みたいな話をしてきたので、今回もねちょっと話していきたいんですが、はい、ベストな頻度からいきましょうか、はい。ベストな頻度は週に1年分が、この秋の時期のベストな頻度だと思います。第一志望レベル、ね、そう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 、はい。でこれまた1月とか2月になるとまた話変わってくる、まあ、1月とか話変わってくるんですけど、はい、10月の過去問ルーティンですね。10月11月の過去問ルーティンとしては週に1年、うんうん、これがどん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 増えていくんですけど、はい、ベストかなと思ってますと。そしたらこんな声が聞こえてくると思うんですよ、はい。過去問って毎日やるんじゃないですかとか、過去問10年分やるのが大事って聞きました、10年分やらないととか早稲田4つ学部受けるんで10年10年10年40年分やんないといけないんじゃないですかとか、ね、もうとにかく過去問を量やればいいと思ってる人、はい、愚か者目がちょっとだいぶ強い言葉使っちゃった。まあでもそうですね、過去問は量じゃないですと。過去問やる目的からもう一回おさらいしておくと、はい、過去問やることで自分の弱点、自分と志望校の差っていうのが明らかになります。そうですね。そう、そこでそれを埋め合わせる戦略を立てるのに過去問を使ってください、うん。詳しくはこちらの赤本ノートの使い方っていう動画でも話したんですけど、過去問やった後同じ、まあ、1時間半といて過去問といたら1時間半90分使って過去問の振り返りをします、うん。その中で自分の課題とか弱点とかこう洗い出されていくので、それを1週間残りの日使って埋めていくと、はいはいはい。で1週間かけて弱点を潰したら違う年度でいいのでもう1回解いてみる、うん。そしたら前より点数上がってるはずだよね、これを繰り返していこうっていうのがこの10月11月12月ぐらいまでのルーティンになってくるかなと思います、はい。なんで理想の頻度としては週1年分と、うん。じゃあそうすると、まあ、なんか今の時期は何曜日は過去問の日みたいなのを決めといた方がいいみたいな、ね。そうですね。で過去問やるってことは、まあ、じゃあ90分といて、うん、で復習にまた90分とかかかるんで、うんうんうん、一旦他の勉強っていうかその英語やったら英語でそれ以外の勉強とかできないと思うんですよ、うん。だからまあ時間に余裕のある土日とか、そうですね、現役生だったら、まあ、日曜日が多分一番時間取りやすいかなと思いますし、うんうん、まあ、武田塾生とかだと特訓の日、まあ、4日2日ペースは参考書進めて、その残り1日、まあ、ここは特訓くらいですけど、はいはい、余裕があればそこで過去問やるという子もいるかなと、ね、うんうん。そうですね。なんでまあ自分にのスケジュール的に時間の取りやすい時に過去問をやって、でその復習をするっていうことをやってほしいなと思います、はい。でまあそのね過去問両派の人がねまだ黙ってないかもしれないですね、はいはい。過去問っていっぱいやることで慣れるんじゃないですか、時間配分とかたくさん解いた方が分かるじゃないですかとかね、こういろいろ来てるんで、はい、一番しっくりくる例話しましょうか、それは僕は部活の練習試合がいわゆる過去問だって話をしたいんですけど、はいはいはい。じゃあ皆さん部活何やってましたかと。で清水先生は何部でした、高校生。サッカー部ですよ。サッカー部ですよね。例えばもしこんな部活あったらどうですかって話をすると、はい、毎日練習試合してますみたいな。お月曜日も練習試合、火曜日も練習試合、はいはいはい、水曜日も練習試合、はいはい、毎日練習試合だ、これ馬なりますってサッカー強なりますみたいな、プロじゃんみたいな離れだけするかもしれない、ね、離れだけね。だったら、はい、弱点分かってるわけじゃないですか、はい。清水先生は現役時代何が下手やったんですか。パスが下手やったのか、シュートが下手やったのか。まあそうですね、あのキープ力難しいなドリブルとかってことですか、要は。まあ、まあ、分かりやすいやつでいくと、取りに来るのをかわしつつ、うん、パス先を探すみたいな、はい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 。でそれ専用の練習とかやるんですよ、はい。じゃあそれを集中的にやった方がサッカー部の清水選手としては1個上がるわけですよね、はい、そうそうそう、馬なるわけですよね。あとはまあ点がなかなか入らないみたいなってことは、はいはいはい、シュートまでは出てないけど、シュートが全然誰がキーパー体型やちょっともうその話はサッカーはいいんですけど、はい。まあ、みんなも運動部の子は特にイメージ湧くと思うんですけど、はいはい、毎日練習試合のチームなんて存在しないわけじゃないですか、うん。練習試合なんて、まあ、週末ねやるぐらいじゃないですか。だからその週末でその振り返りのミーティングをしますよね。でその振り返りのミーティングで今日のチームの反省点みたいな、シュートがダメだったとか、ディフェンスがダメだったとか、パスがダメだったとか、キーパーもっとなんとかなるよねとか、まあ、そういうように課題を洗い出して平日に潰すわけじゃないですか、はい。でまた練習試合をしてその課題が克服されてるかどうかを見るわけじゃないですか、うん。この流れって過去問と全く一緒なんですよ。そうだから過去問も毎日過去問といたと、毎日練習試合してる部活と一緒だろと。過去問っていうのは週に1回ぐらいでいいんだと。でそこでとにかく課題を洗い出せと、うん。でその課題、自分の弱点、志望校合格のためにすべきこと、そのトゥードゥーリストをあの赤本ノートでちゃんと使って、こんな感じで、ね、こんな感じでちゃんと作って、それを日々実行していく、うん。でレベルアップした状態で過去問やる、これが理想。なるほど。もう一個言わして、過去問
やってる時に成長はしない。試合中ではない。そう、部活もそうでしょ。試合中にあのスラムダンクの桜木花道のように試合中に上手くなるねそんな人もいますよ。でもそんな人は基本存在しないんだよと、はい、試合っていうのは自分の実力を最大限高めて試合を受けるでしょ、うんうん、だから普段の練習、部活で言うと、で受験勉強で言うと普段の暗記インプット、うんうん、ここで学力っていうのは上がるんですよ。だから過去問を解いて足りない知識、自分の知らないことをぶわ洗い出す、それを暗記する、インプットする、覚える、そこで学力は上がるの、偏差値は上がるので、また過去問を解いて新しい課題を発見する、でまたそれを埋める、それで上がるの。だから過去問を解いてる時に成績が上がるんじゃないと、これは言っときたいですね。そうですね、つまり過去問を解くっていうのはまあ派手じゃないですか、うんうんうん、まあ試合なわけなんで。確かに。だけどその裏にある地味な基礎練みたいなところが、その過去問の得点アップとかに効いてくるっていうところなんですよね。でまあもちろんその実践経験をね積んでいってっていうのはもちろんあるんですよ。特に共通テストとか、うんうん、そういうのはそれがその何年も解く直前期の話であって、うん、そう1月今はそれじゃないっていう感じなんですよ、うん、そう1月の勉強法はもう時間配分どうするとか、はい、見直しどこでする、解く順番どうするとか、もう実力がギンギンに上がった状態もう実力めっちゃ上がってます、はい、あと実践経験だけってなったらもう過去問解きまくればいいけど、そう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 、まだ実力みんなついてないでしょと、そうそうそう、実力つける時期だよとちょっとまたスポーツ例えで悪いんですけど、はいはい、試合の作戦をもう監督と考えてるフェーズなんですよね、はい、そう最後の1月の時期はね、そう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 、まだそこじゃないっす、まだそう、君はまだパスが下手だ、そう上手くなるよもっとだからやろうと、平日ちゃんと勉強しようと、過去問じゃないというのはちょっと分かっておいてほしいなと思います、はい、うん、なんで、理想の1週間としては週に1年過去問、それ以外でその弱点を潰す、うん、で弱点潰れたなと思ったらまた過去問やる、はい、こうやれば確実に伸びるんで、確実に伸びます。そうだからあとはそれをちゃんと入試の日までに間に合わせられるかどうか、過去問解いて実力上げる、過去問解いて実力上げる、うん、で実力上げ上げ上げで志望校合格まで達すると、これを今やってほしいと、というわけで過去問演習期の理想の1週間、これをみんなにやってほしいなと思います。赤本ノートのやり方の動画、概要欄につけとくの で詳しいやり方はこの動画も合わせて見てもらえたらなと思います。今回は以上です。高田先生、はい、武田塾の無料受験相談ってどんな話するんですか？受験生のみんなが抱えてる悩みを武田塾のスタッフが解決に導いていきます。今の勉強法のまずい部分だとか、それを無料で全部あなたに教えますよ。今から勉強を始めた高1高2生も、うん、焦ってる受験生も、うん、ぜひ来てほしいですね。詳細は概要欄をご覧ください。